通りすがりの偽ミッチです。はい、 CSM ディケイドライバーとライダーカード、ずっと時間がなくて開けれなかったんですが、やっと開けることができます。お待たせいたしました。やっぱり箱でかいですね。はい、こっちが CSM ディケイドライバーと、こっちがライダーカード、そして、ダンボールの奥に入っていた特典のカード、特典が3枚ですね。最終回バージョンのディエンドと、怪人ライド。怪人ライドはね、烈火大残党と同じぐらい、印象的というか、まあ、大好きなカードなのでかなり嬉しい。ちょっと先見ちゃおうかな。おー、ディエンド。はい、こちらの紙が1枚と、はい、3枚のカードが、入っているであろう袋で、この中が、はい、ちゃんと3枚入ってますね。おー、出たー。絵柄は仮面ライドですが、音声が、ファイナルアタックライドということで、テレビの最終回の司を受け取りたまえっていう時に渡したカードですよね。そしてこちら、はい、真剣者の世界で血の眼ディエンドが使った怪人ライド。いや、これは大好きですね。あと1枚烈火大残党が入っていればっていう感じなんですが、はい、次回の CSM ディエンドライバーでね、なんか特典でもつけていただければなと思いますが、音声入ってるのかな。はい、裏面がこちらということで、音声は後で聞いてみましょうね。まずは CSM ディケイドライバー開けていきましょう。ディケイドはですね、そこまでなんですかね、得意じゃない。テレビと映画を見たぐらいで、おもちゃもスーパーベストのディケイドライバープラスカード付属の20枚を持ってるだけなので、好きじゃないってわけじゃないんですが、まあ、そこまで、知識がないので、まあ、いつも通りの、にわかレビューでお届けしたいと思います。まあ、なんかね、変なこと言ってたり違うことやってたらね、あのぜひコメント欄とか、コメントしていただければにわかオツみたいな教えていただければ嬉しいです。うわおー、かっこいい。絵柄は初めから分かってましたけど、やっぱり実物を見ると全然違いますね。うわー、やこの特殊加工されたバーコード、こうデコボコしてるんですけど、これがたまんないですよね。あ、かっこいい。真正面を向いているディケイドもとてもかっこいいですね。迫力があります。そしてこのパッケージ、このまま飾ってもかっこいいパッケージですが、前回のカブトデクターのパッケージと同サイズ、同じようなデザインになってますので、横に並べてぴったりと合う、デザインになってます。こういうの嬉しいですよね。では外箱を並べたいので、こちらも開けましょう。まあ、もちろんディケイドライバーも期待はし、まあ、特に BGM ボタンかな、期待してますが、やはりなんといっても今まで入手がね、できなかったカード、ライダーカードが、大量にゲットできるというのが一番嬉しいですね。個人的にはライドブッカーも手に入りづらくてですね、まあ、買えてないんですが、まあこういう、まあ、ここに入ってるバインダーとかがあれば、収納はとても便利ですよね。おー、そうそう、開発者ブログとかにも書いてあったと思いますが、このね、ディケイドライバーが動きのある銅とすると、こっちのね、ライダーカードの方は正というか、横向き。これもね、デザインかっこいいですよね。あ、こちらもしっかりと凹凸のある特殊加工がされてますね。ここの文字も立体的になっていて、若干小さめで、はい、横に並べると、ニヤニヤできます。よーし、早朝だけど、テンションが上がってきました。ではディケイドライバーから開けていきましょう。今回変更点が、もちろんベルトの帯部分がいつもの、ぶっとい、かっこいいやつになってるのと、アルミのね、メタルフレームになってること、あとはホログラムステッカーが内側に貼ってあって、BGM ボタン、今何個目だ忘れてた、BGM ボタンが、ついてて2曲収録されてる。なんか噂ではちょっと短いっていう風に聞いてますが、それぐらいでしたっけ。あ、新規音声、新規音声が、今回収録されてます。当然ライダーカード20枚しか今まで持ってなかったので、ウェブを頼りに、公式ページを、頼りにしていくしかないんですけれども、まあその辺はね、他の方がいろいろレビューされてると思いますので、詳しい方にお任せして、感動をね、お伝えできればと
思います。ご了承ください。それでは開けていきましょう。うー、あ、そうか、忘れてた。今回もこういう腰に装着したような、パッケージになってるんですね。この斜めに入ったディケードのカード、いいですね。で、ここを開けると、おー、あ、そう、そうなんですよ、ディケイドライバーって CSM になると見た目ってそんなに変わんないんじゃないかなと思ってて、どれぐらい変わるんだろうって正直不思議だった。ちょっとね、不安だったんですよね。まあ、デラックス版の、モディファイということですが、ほぼ白いボディなのでそんなにかっこよくできないんじゃないかなって思ったんですが、やっぱりこの、アルミ製のリング、この輝きが素晴らしいですね。おっって一瞬なりましたね。あ、いいいいいい。今回バックルがね、簡単に両方を取り外せるようになってて、バックルを持ったなりきり遊びがね、より劇中に近い形で遊べるようになったっていうのは嬉しいですよね。ブランブランはかっこ悪いですからね。さあ、まずは横に説明書。おー、ディエンド来たー。そう、ディエンドライバー待ってましたよ。もうね、先週ですか、発表されてますね、CSM ディエンドライバーカミングスーン。片面1枚だけ、これだけですね。では、ディケイドライバー、おー、あ、これは素晴らしい。あー、いいですね。これ触るとひんやりと冷たい。ちゃんと裏面も塗装が全面に施されてていいですね。塗料の匂いがプンプンします。あの、汚い墨入れ、汚いっていうか、あの、雑な墨入れがないというか、ないですね。改善なのか、あんまり墨入れする部分がないからかな。気にならないですね、今回は。稼働もスムーズです。ちなみにバックルを外すと、こんな感じになります。まあ、これはもうデラックス版と同じ形仕様ですね。はい、こちらがベルト止め、いつものマジックテープ仕様となってます。はい、上から、被せる、形になります。ベルトの左右1本ずつ。おお、結構固め。はい、今回のポイントの一つでもある左右の帯が、簡単に、取り外し可能なようになっています。ガチャッと装着して取り外しができます。いいっすね。そして最後、ライダーカードが30枚、こちら側には付属しています。プラスチックカードになってますので、いっぱい遊んでも長持ちしそうですね。ディケイドから、30枚数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、アタックライドイリュージョンから、1、2、3、4、5、6、7、8、9。そして、ファイナルアタックライドで、ここで20枚、最後10枚ファイナルフォームライド。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、オールライダーまでで、合計30枚ちゃんと入ってましたね。よかった。はい、単4電池2本セットしました。ではディケイドライバー準備です。まずは、ベルト左右を、くっつけて、背面でここをカチッと、最後にこのベルトのつなぎ目に、このベルト止めをマジックテープで止めてあげると、はい、簡単に腰に装着することができます。では、CSM の、販売ページと、あとは開発者ブログの方で、この商品の、魅力というか違い、デラックス版との違いとか、ポイント、こだわっているところとかを、ご紹介、改めてご紹介していきたいと思います。まずは、もう何回も言ってますが、バックルが簡単に取り外すことができるようになりました。ということで、変身直前のこのバックルを握る姿、再現することができるようになりました。これは嬉しいですよね。続いてここ、バックルの取り外しボタンなんですが、平面になってます。デラックス版どうだったかというと、突起がね、このいかにも取り外せますみたいな突起が出てるんですが、
これが今回はボディと同じ高さに調整されてて、取り外しボタンが目立たなくなってる、このディケイドの刻印を邪魔することなく見れるようになったのはとても嬉しいポイントですね。そしてこの中央のリング、なんと今回ベルト史上初だそうです。アルミ製のパーツが使われてます。このリング、メッキコーティングされたアルミ素材が使われてて、なんていうかカメラのレンズ周りみたいでとても美しいですね。デラックス版は、プラスチックに、シルバーで塗装されてるだけ。この違いもう一目瞭然ですね。そして、この中、この内側にはこの七色にキラキラ光っているのがお分かりいただけますかね。このリングの中をぐるっと一周、ホログラムステッカーが貼ってあります。どこから見てもキラキラですね。このねホログラムステッカーに反射して光り方が全然違うんですね。ちょっと分かりづらいかな、白いボディがむき出しになってます。でこっちが、ステッカーが貼ってあって、この赤い発光が全然違うんですよね。かっこいい。はい、では続いてどんどんいきます。ベルト帯、帯部分は、ガンメタの落ち着いた色合いになってて、今回完全新規造形になっております。ベルトの違いはね言うまでもなくこんな感じになっております。胴回りは 100cm まで、対応しています。で BGM は後で撮っとくとして、はい、こちら、はい、今回カードデザインが全て劇中に近い形に一新されてます。ガンバライドの、情報は一切なくなっていて、本当に劇中にかなり近づいたカードとなっております。ガンバライドのロゴも消えてますね。バーコードは一致するので、デラックス版、こちらデラックス版のカードを入れてみても反応しますね。反対側に入れても、問題なく反応しています。逆にデラックス版に今回のカードを入れても、問題なく認識してくれます。そして最後に残したデラックス版にはなかった、特殊ギミック、はい、こちらに BGM ボタンが存在しています。これを押すと劇中の BGM が流れるという。音質がどんな感じなのかちょっと気になりますね。ちょっと押してみましょうか。おお、やばい。あ、音質そんな悪くないようにも思いますね。もっとひどいかと思ってた。あ、ちょっと短いなー。あ、おお、出たー。あー、こっちもちょっと短いかな。いや、でも嬉しいわ。仮面ライド。あ、別にカードを入れても、BGM が切り替わったりみたいな連動はないんですね。で、これで押すと？あ、押すたびに、2曲が切り替わって、停止。あー、なるほど。はい、そして今回30枚、こちら側には付属しておりますが、新規音声が含まれているものがあります。仮面ライドは、特に変更はなくって、新規音声がイリュージョン、スラッシュ、ブラスト、インビシブル、ストライクベント、オートバジン、音劇ボールレッカー、クロックアップ、俺参上。あー、俺参上いいですよね。これは本編見ててかなり印象的というか、だから何みたいな、あの流れが大好きですね。あとこっちは、ファイナルフォームライドからはオールライダー。はい、この10枚が新規音声ということで聞いていきましょうか。まずはイリュージョン。アタックライド。イリュージョン。スラッシュ。ブラスト。アタックライド。ブラスト。インビシボー。アタックライド。
はい、続いてはストライクベント、アタックライド、ストライクベント、オートバジン、オートバジン、攻撃棒劣化、アタックライド、攻撃棒劣化、クロックアップ、俺参上、俺参上、そして最後オールライダー、ファイナルフォームライド、オールラバライダー。あ、得点ですね、得点、まずは怪人ライド、怪人ライドのイーグルアンデッドとムースファンガイアですが、確かこれはエラー音だったと思います。まずはイーグルアンデッド、もう1枚ムースファンガイア、はい、両方ともエラー音です。ディエンドライバーに期待ですかね。最後ディエンドのファイナルアタックライド発動バージョン、ファイナルアタックライド、ちょっと違和感ありますけど、ちゃんとファイナルフォームライドバージョンの音声になっていました。ちなみにデラックス版に、今回の新規音声分を入れると、ディエンドがエラー、俺参上、エラー、オールライダー、はい、新規音声は全て、エラー音になるんですね。次回、ディケイドライバーの腰に装着した時のレビューと、こちらのライダーカードのバインダーとね、全部のカードをご紹介したいと思います。はい、ということで以上コンプリートセレクションモディフィケーション CFM ディケイドライバーのご紹介前半でした。ぶっちゃけ見た目はほとんど変わらないかなと思ってたんで、いやー、いい意味で裏切られましたね。いや、このアルミリングがめちゃめちゃいい。やっぱり CFM いいですね。そして早くこれも開けたいですね。久々にディケイドの本編見たくなってきました。いやー、今回も外れか。チャンネル登録がお済みでない方、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。